花菖蒲はアヤメ科アヤメ属の多年草。原産地は日本、朝鮮半島から東シベリアで、開花期は6月から7月です。花菖蒲の花は花びらの中心から黄色い筋が入っているのが特徴です。アヤメやカキツバタとも花がよく似ていると言われますが、アヤメの花は花びらの付け根に盲目模様があり、カキツバタは花びらの真ん中に白い筋が入る違いがあります。花菖蒲は花の色が非常に多彩で、花びらの形や咲き方などの違いを含めると数千種類にもなります。花菖蒲の花言葉は忍耐熱心です。花菖蒲はその名の通り美しい花を咲かせる菖蒲という意味です。オイランソウは北アメリカおよびシベリアを原産地とする花シロブ科の多年草です。香りはオイランが使っていた化粧用のおしろいに似ているとしてこの名が付けられました。しかし今日ではフロックスとして流通することが多いようです。花言葉は合意一致です。花の色はピンク、白、紫、赤紫などがあります。カンナはカンナ科カンナ属で、原産地は中南米、熱帯アジアです。開花時期は6月から10月。花言葉は情熱、快活、永遠、妄想です。カンナもトウモロコシ、ひまわり、サボテン、コスモス、マリーゴールドなどと同じように、コロンブスがアメリカ大陸を発見した後にヨーロッパに持ち込まれた植物です。キキョウはキキョウ科キキョウ属。開花時期は6月から9月です。花の色は紫、ピンク、白などです。古代日本や中国において紫は最も高貴な色とされ、当時の最高権力者のみが身につけることを許された色でした。アルストロメリア・プルケラはユリカ・アルストロメリア属の耐寒性多年草です。アルストロメリア属は50種程度あると言われるが、アルストロメリア・プルケラはアルストロメリアの原種と言われています。こちらの画像がアルストロメリアです。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。